走ってるかわかんない。ワイプにしよう。あ、これワイプいいじゃん。伝わらんて。余計伝わらんて。右上にあるだけですか。ハードディスクの使いパシじゃんし。無駄遣いですか。確かに綺麗に。SE 第一世代。あ。今回のミュータント TV は、お、今回もロータですね。あ、はい。2名、2名で行ってんの？あら、マイメントノー君と来店ですね。うん、美味しそう。今日はロータを深掘りするんですか。なるほど。え、何これ？パン？卵焼きかな？うまそうだ。あららら。今日は納豆鮭定食ですか。これが、あれ。例えば。いいね。え、正解は？喫茶店で鮭が食べれるっていいね。髪の毛トーク行く？髪の毛あるじゃん。髪の毛トーク。はい、髪の風の吸水性について知りたい。それどう思うもこう思うも髪の風の吸水性について言及する前に撮影が終わってしまったので、吸水性知りたい。前回聞こうと思ってた。髪の風って吸水性悪いじゃないですか。あ、そうなの。なんで髪の風に使うんですか。髪の食事出すんだ。髪の毛を使う使う理由、多分ティッシュじゃないですか。ティッシュ？ティッシュじゃん。口で拭いたり、口で拭いちゃうとダメ。ありますね。口中の人があるか。そんな多分ないのが質問になる。困ったね。困ったね、なんか今までなくて。すいません、ごちそうさまでした。ありがとうございます。またお願いします。で、次の日も来たの？マスターパン欲しいんですけど、今からこれマシってできます？マシっていうのがすいません。どっちご飯？あ、僕です。トノ君はね、すごいご飯食べるから。ご飯大好きなのよ。ちょっとね、ロータのね、盛り方でも何年こぼしてきたの？ご飯足りないんだよね。何年こぼしました？うん、そのレベルよ。マスター、はい、ちょっといくつか聞きたいことあるんですけど。やだよ。やった。今日はまあ、そうですね。この時ね、あの歯が一本抜けちゃったらしくて、質問答えられない。いや、マスターの今までで一番嫌だったことなんですか？はい。あるよね。嫌なことはあるよ。マスターぐらい長くね、お店を切り盛りしてたら、いろんなね、酸いも甘いもありましたから。ん？マスター？マスター？何でもいいっすよ。生活のことでもいいっすよ。ちょ、何でもいいのよ。そんな、構えないで。大した質問じゃないんだから。いろいろあったでしょう。さあ、何か出てくるかな？マスター、聞いてます？お、かっこいいんじゃないですか、今のは。え？こいつが食いそうだなとか、それで調整とかしないですか？あ、この人あんま食べなそうだな。だってあの量。いや、やっぱりあれ見るよ。はいはい。さすが。すいません、つまんない質問して。すごい食べる。すごい食べる。材料値上がってるけど。まだ行く？まだ行く？
価格は上げないんですか。上げないよ。上げない。あら、上げないんですか。寂しくなるね。引退した後、これやりたいとかあるんですか。できるならばいいじゃないですか。あ、旅行ね。できますよ。ロビー叶えちゃえ。国内ですか。あ、国内旅行いいね。旅というものをしたいみたいな。はなんかわかんない。ロビーが貯金を頑張るしかないね。すごいね、ちょっと頑張って。値上げしてもいいよね、でもね。なかなか意思になんか持ってる人もいない。なるほどね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。私のあれなんで、今から、はい、ありがとうございます。裏で見れるんで。はい。来月にはあげますから。ないはい、あとなんか最後にあの、一言は。早く帰れか。チャンネル登録よろしくお願いいたします。